衆議院選挙の公示を前に、今朝フジテレビの日曜報道ザプライムに与野党7党の党首らが出演し、選挙の争点となる政治とカネ問題などについて討論を行いました。石破総理は今月の衆院選で、自民党は政策活動費を使わない考えを新たに示したのに対し、複数の野党は検証ができないと指摘しました。政策活動費は合法な範囲内で抑制的に使います。それをどのように使うかってことは、ここで申し上げることはいたしませんが、だから選挙においては非公認の人だけでも使わない。抑制的に合法的に選挙に使わない、証明できないんですよ、それ。主観的なお話をされても、精神としてそうあっても、実態としてそうだったから証明できないんですよ。選挙が始まる前に渡したら、これ政治活動です、選挙活動でございませんと渡したら、いくらでも説明できるじゃないですか。使ったか使わないか、誰に渡したかわからないので、検証不能なんですよ。汚いお金で選挙に買ってきたのではないかという大きな疑惑があって、どんなお金で自民党が選挙を買ってたんですかというのが全く明るみになっていない、これが裏金問題の本質なんです。また、自民党が派閥資金の不記載に関連した議員12人の公認を見送ったことに対し、与野党は説明を引き続き求めました。基本的には自民党内の党内自治の問題ですから、疑惑ありとすればですね、その説明責任はやっぱり求められますから、それは説明をしっかり果たしていただきたいなというふうに。党内融和よりも国民の思いを優先するとおっしゃいましたが、国民がなるほどと、国民と正面から向かい合っているなというふうな理解はされないと思います。政治資金収支報告書の不記載があり、それが裏金になったというふうに確定できるものも、疑惑も次々と起きている、もう自民党の組織的な問題なんですよ。また、社民党の福島党首は、戦争の準備ではなく平和構築、平和外交、憲法を守る社民党が国会に必要だと訴えたほか、参政党の神谷代表は、経済が停滞している、減税と積極財政で国の経済を立て直すと掲げました。衆院選はあさって15日に公示、27日に投開票が行われます。